元日本代表監督のザッケローニさん。引退表明の長谷部は、私にとって完璧なキャプテン。サッカー日本代表元監督のアルベルト・ザッケローニ氏が18日、前日に今季限りでの現役引退を発表した、元日本代表主将のミッドフィルダー長谷部誠についてコメントした。長谷部は私にとって完璧なキャプテンです。彼の豊かな人間性、優雅な立ち居振る舞い、常に正しい判断力は、まさにリーダーたるもので、30年間にわたる私の監督のキャリアの中でも比類なきものでした。彼と一緒に仕事をすれば、私のメッセージは正確に適切な形で選手たちに伝えられ、チーム内でのコミュニケーションが建設的なものになりました。サムライブルーの挑戦は彼がいなければ達成できなかったと断言することができます。誠、あなたの献身的な仕事、そして、私やサッカーに対して与えてくれた全てのことに感謝します。日本での素晴らしい日々が終わる日、内田篤人と共に羽田空港に見送りに来てくれたことを忘れたことはありません。誠、あなたは私の息子のようでもありました。ザックは監督として長年指導してきた中で本当のキャプテンはマルディーニと長谷部だけ、とイタリアメディアでのインタビューで言ってたぐらいだから、本当に信頼してたんだろうな。モーリーニョがリーダーとキャプテンの違いについて語ってる動画見たけど、長谷部は間違いなくリーダーでありキャプテンだった。長谷部は近い将来日本の A 代表監督になると思う。素晴らしいメッセージ、ザックの人間性も見える。若手の頃の長谷部を思い出すと、ここまでやれる選手だとは思ってませんでした。本当にすみませんでした。ザックの時が一番期待値が高かったような。結果はイマイチだったわけだが、わからんもんだよな。ウッチーと一緒に空港まで行ったエピソード思い出した。ザックの残したスピリットや戦術の一部は、きっと長谷部や他の代表選手に受け継がれていると思う。ザックの頃の代表には何かワクワク感が異常にあった。今の代表にないわけじゃないけど異質なものだった。サッカーに関する動画を随時更新中。コメント、高評価よろしくお願いします。